それでは二の腕を細くする、エクササイズを始めていきます。リップスと言います。まず椅子に座って両手を、椅子の上に添えていきます。でここから足を前に伸ばしていきます。お腹に力を入れて、肘を曲げながらダウン、そして上げていきます。もう一度下げた時に二の腕の下の方が伸びているのを感じながら、行っていきます。はい、何回かやってみましょう。5回ほど行ったら足を戻して1回お休みしていきます。はい、注意ポイント、まず脇が開かないこと、脇を締めて肘を後ろに引くことを意識していきます。あとは、かかとが、椅子から遠ければ遠いほど負荷が高くなっていきます。はい、そして、かかとが、椅子に近ければ近いほど、負荷が軽くなっていきますので、ご自身の、体力レベルに合わせて、そこはチョイスしてみてください。以上。はい、それでは二の腕のこの上の部分、あとは肩周り、あとバスト、こちらの引き締めに効果的なプッシュアップを行っていきます。腕立て伏せです。はい、ではまずポジションをとっていきます。うつ伏せになったら、まず両手をバストの真横につきます。そこから手のひら1枚分、バストからその手を離し、指先を軽く頭の方に向けていきます。そこからお腹に力を入れて膝を立てます。膝を立てて、ここから上体を上げていきます。顎を引いて、そして目線は斜め上を見つめながら、ここから手と手の間に胸を落とし込んで元の位置、落とし込んで元の位置、これがプッシュアップです。この時にお腹が落ちたりお尻が後ろの方に行かないように、しっかりと頭、お尻、膝、ここが一直線の状態からプッシュアップを行うようにしていきましょう。以上。それでは、お腹のウエスト周りをスッキリさせるロシアンツイスト、腹筋トレーニングをご紹介していきます。まず、足と足をくっつけて体育座りになっていきます。ここから背骨を丸めていきます。肩と肩をくっつけるように、近づけるようにしながら、ずっと背骨を丸めていきましょう。目線はおへそを見つめながら、両手は鎖骨の下でクロスしていきます。顎を軽く引きながら、呼吸を吐きながら、肩を前に出すような意識で、ウエストをツイストさせていきます。反対です。ツイスト、ツイスト、ツイスト。次はしっかりフッフッフッと吐きながらやっていきましょう。以上です。